竹内明は、日本の教育者、白梅学園高等学校校長、東京都調布市出身、東京理科大学理学専攻科修了後、物理教諭として、都立高校4校の教壇に立つ。40歳という異例の若さで、都立大島南高校の教頭職につき、都立西高校副校長、東京都東部学校経営支援センター、学校経営支援主事、都立 商用高校校長などを経て、2012年から2020年まで、都立日比谷高校統括校長。2021年から現職。石坂康林に代わり都立日比谷高校の第27代、校長就任後、同校は、公立高校間での東京大学合格者数で、全国トップの座につく。その間、同高校の2016年の東大合格者数は53名。 2017年には45名、2018年には48名を記録。2019年には40名、2020年には63名を記録した。日比谷復活の立役者は良くも悪くも、99年から13年半に渡って都知事を務めた石原慎太郎氏、長沢直慎、第25代校長、竹内明 第27代校長の3人と日比谷校関係者は述べている。災難観光の一つ、海星高校に合格しながら、日比谷高校を選択する新入生も増加しているように、教育界、保護者、そして受験生の間でその動向が注目されている。進学実績で凋落し、名門の称号を奪われた日比谷だったが、同実績の復活の工程において、 独自の方針を掲げた。具体的にはデータを活用した生徒全員の学力向上、早朝の補修授業、学校長と教師や生徒との面談の強化などで様々な改革案を著書や講演等で主張している。2016年から2020年まで東京都高大連のバドミントン専門部長も務めており、初任の高校から 白梅学園高校に赴任した現在までの30、数年間、管理職でありながら、バドミントン部の顧問を続けている。ありがとうございます。